んばんは。こんばんは。見えてますかね。はい、カメラ3台つながるまで、はい、少々お待ちください。つながりましたね。はい、はい、では始めていきたいと思います。はい、皆さんこんばんは。今夜もまたプラナイト始まります。今夜はですね、20時45分までの配信となります。ぜひ最後まで楽しんでください。はい、今日ご紹介するアイテムが欲しいなと思ってくださった方は必ずエントリーしてお買い物してくださいね。はい、そして本日のテーマはこちらです。はい、花粉の時期の頼れる相棒、スキンケアからメイクまで大切な3つのことというテーマでお送りします。担当するのは資生堂パーソナルビューティーパートナーの南とさきです。よろしくお願いします。はい、店頭ではですね、花粉シーズンを気にするお客様が増えているんですけれども、ライブをご覧の皆様はいかがでしょうか。はい、早速ですね、こんばんはってコメントたくさん来てますね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、それではですね、早速ですが花粉にまつわる丸×クイズをしていきたいと思います。はい、はい、フリップお願いします。じゃじゃん。はい、じゃ第1問ですね。花粉症じゃなくても肌荒れはする、丸か×かなんですが、こちら肌荒れすると思う方は丸、しないと思う方は×で、ぜひあのコメントでお答えいただけると嬉しいです。はい、かなっぺさん、はい、毎年花粉症で悩んでいるので楽しみですということで、ありがとうございます。ぜひ最後までおすすめアイテムいっぱい紹介するのでご覧ください。はい、たくさん見てください。はい、はい、そうですね、丸の方が多そうですね。はい、インスタでも丸の方いらっしゃいます、ね、よしこさんありがとうございます。みゆきさん、わかさん丸。はい、あ、ふなっしーさん、あ、ふなっしーさん×にしてるありがとうございます。ではですね、正解を発表していきたいと思います。はい、はい、正解はこちらです。はい、こちら丸です。はい、結構意外だなって思う方も多かったです。あ、ふなっしーさん丸にした変更はい、だと思うんですが、こちら花粉症じゃなくても花粉が肌に付着すると肌荒れを引き起こす可能性があります。はい、花粉症じゃなくても油断できません。はい、ということで本日は花粉シーズンにもおすすめのアイテムをスキンケア編とメイク編の2部に分けてご紹介していきます。なのでコメント皆さんたくさんお待ちしております。はい、いっぱいね、あのなんかこういうのどうなのとかいろいろ聞いてくだされば嬉しいです。はい、みゆきさん早速花粉症なので肌荒れしますとコメント来てますね。本当ですか。ぜひ花粉症つらいですよね、うん、なんか毎年この時期ぐらいからね、やっぱりムズムズ私もしてくるんですけど、はい、このアイテムたちがあればきっと気持ちよく過ごせると思います。はい、はい、ぜひ最後まで見てください。はい、ではですね、早速私が花粉に気になるシーズンにもおすすめのスキンケアをご紹介していきますので、カメラを移動していくといきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと私も移動しますので、はい、はい、移動していきます。はい、移動します。はい、はい、カメラさんありがとうございます。はい、ではですね、この時期のお手入れポイントは3つございます。はい、こちらですね、フリップをじゃいただきます。失礼します。はい、こちらですね、まず1つがですね、取り除く、あとは2つ目がですね、保湿するケア、あとは3つ目が守るケア、この3つがですね、大切なポイントになってきます。スギ花粉は2月から飛散し始めて3月から4月にかけてピークを迎えます。ぜひ今から春先にかけてこの3つのポイントに気をつけてお手入れしてみてくださいね。はい、ししもさん、かなっぺさんに、かなっぺさんに同じくできます。フェイスパウダーをディープロカ、いはだかで悩んでる。ぜひあの後ほどですね、ディープログラムのフェイスパウダーもご紹介しますので、ぜひ見てみてください。はい、ではですね、まず1つ目のポイントが取り除くケアになります。この時期付着してしまった花粉やホコリは放置せず落とすことが重要です。はい、使用していくアイテムがこちらになります。はい、こちらですね、ディープログラムエッセンスインクレンジングウォーター、税込み2750円になります。1本でメイク落とし、洗顔、保湿ケアまでできる低刺激設定のアイテムとなっております。こちらでメイクを早速拭き取っていきたいと思います。はい、じゃあ実習していきたいと思います。はい、結構あの花粉症で鼻がムズムズし始めたとか、あと肌荒れがちょっと始まってきてるなんて方もいらっしゃいますね。はい、この時期ね、だんだん増えてきますよ ね、そういった方が。はい、ではですね、こちら出していくんですけど、このようにですね、はい、みずみずしいジェルリキッド状となっております。で、通常こちらコットンに3プッシュして使っていただくものになりますね。それでは実際落としていきたいと思います。はい、失礼します。クレンジングウォーター気になってましたって浜さん、
あ、ありがとうございます。このクレンジングウォーター、私もこれ大好きで、ちょっと花粉以外にもこうメイク落とすのちょっとめんどくさいなって思う時とかにささっと使うことも多いですね。はい、キミッペさん、拭き取り専用ですかとコメントいただいてます。はい、こちらのクレンジングウォーターは拭き取り専用になります。はい、はい、こんな感じですね。どうですか、ちょっとすっぴんになっちゃったんですけど、こんな感じでメイク今落としました。はい、落とした後も本当に突っ張り感がないのでとってもおすすめです。はい、こちらですね、帰ってきてすぐに使えるのが嬉しいですね。はい、で気になる方はこちら左上の商品画像をタップして詳細ご確認ください。はい、何か南さんコメントとかってきてますか。はい、これ便利ですねとか、あと落としても肌綺麗ってコメントきてます。 ありがとうございます。嬉しいですね。はい、本当に突っ張らない感じが私も大好きです。はい、ではですね、続きまして、この時期おすすめのスキンケアのポイントは2つ目ですね。ポイントが育むケアになります。肌が揺らぎやすいこの時期は肌表面の潤いバリア機能を整える化粧水や乳液による毎日の潤いケアが大切なポイントとなります。おすすめのアイテムがこちらですね。はい、ディープログラムモイストケアローション MB 本体税込み3740円、レフィルが税込み3190円になります。こちらですね、かさつき、肌荒れを防ぎ、しっとり滑らかな美肌へ導く化粧水なので、とにかく乾燥が気になるという方におすすめのアイテムとなっております。はい、でこちらもですね、左上の商品画像から詳細見れますので、ぜひ気になった方はタップしてみてください。こちらも実習していきたいと思います。はい、とね、ししゃもさんから、はい、クレンジングウォーターどのぐらいのレベルのメイクまで落とせますかってコメント来てるんですけど、はい、そうですね、本日私下地 と、リキッドファンデーションしっかりつけてきたんですけど、それでもこうスッと綺麗に落ちてるかなと思うので、リキッドファンデーションだったらパウダーしっかりつけられる方にもおすすめです。はい、はい、ではこちら化粧水出していきますね。はい、こちらですね、あ、垂れちゃった、ごめんなさい。こちらがですね、はい、通常こちら手のひらで使っていただく場合は2プッシュ、コットンでつけていただく場合は3プッシュつけていただきます。はい、ではこちらもつけていきますね。かなっぺさんはディープロのエイジングケア愛用してますとのことで、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今日紹介する商品はエリクシールホワイトと併用できますかっていうような形で来てるんですけど、併用していただくことも、はい、可能です。お使いいただけます、はい、あとインスタグラムの方でクレンジングウォーターですね、ダブル洗顔しなくても大丈夫なんですかということなんですけど、はい、こちらで落としていただければ洗顔まで大丈夫なので、ダブル洗顔特に必要ないです。はい、はい、今こちらですね、化粧水つけさせていただいたんですけど、本当にこのちょっとツヤが出るようなしっとり感が、はい、あります。はい、こんな感じですね。はい、でこちらですね、摩擦が気になる方はコットンではなく手でなじませていただくのがおすすめです。こちら手のひら全体を使って優しく肌をですね、包み込むようにつけていきます。なじませながら顔の形に合わせて手を少し丸めて肌を包み込むようにすると、肌へのフィット感が、はい、高まります。本当に吸い付くようなもちもちな肌触りです。あ、かなっぺさんありがとうございます、ね、嬉しい。はい、さきさんお肌めちゃくちゃ綺麗で羨ましいです、ありがとうございます。私も花粉が気になる時期はディープロでお手入れしてます。はい、ありがとうございます。ししゃもさんもコメント、けいこさんがあのクレンジングは擦れ感なくて二重丸っていうことで嬉しいコメントいただいてます。ありがとうございます。すでに使っていただいてるんですね。本当になんかジェリー状だからね、摩擦感少なく使えますよね、うん、はい、本当にスッとメイクも落ちるんでおすすめです、うん、はい、続いてですね、こちら乾燥がキピークになるこの季節、いつものお手入れに保湿のスペシャルアイテムをプラスしてお手入れしていただくこともおすすめです。はい、ぴったりのアイテムがこちらですね、ディープログラムマスク994個入りで税込み2200円です。こちら柔らかでみずみずしい肌に導く保湿マスクとなっております。美容液とシートが分かれているので、毎回新鮮な状態で使えるところも嬉しいアイテムです。ではこちらで早速パックしていきたいと思います。はい、じゃあちょっと準備していきますね。はい、はい、こちらがシートマスクと、美容液になってまして、まずですね、シートマスクを開けていただきます。これ結構初めて見る方も多いんじゃないですかね。そうですね、分かんない、どうなんだろう。はい、結構なんか普通のシートマスクとちょっと違うので、
結構面白いかなと思うんですが、うん、はい、でちょっと美容液も入れていきます。はい、このまま注いじゃいます、パックの中に。はい、どうですか、見えますか皆さん、こんな感じでパックが。ぜひ、あ、ぜひ使っていただいたことある方、もしあれだったらコメントしてみてください。はい、でこちらですね、美容液が入れ終わりましたら、このようにシートマスクにしっかりとなじませていきます。あ、ちゃんのりさん自分で作る感じ。あ、そうです、こう自分でちょっとマスクを作る感じです。あ、ネイルも可愛い、ありがとうございます。あ、 D さん、鼻かみすぎて皮がめくれてヒリヒリします、おすすめの商品がありますか。あ、あの後ほどちょっと南さんが紹介するちょっとあのバームがあるんですけど、そちらがとってもおすすめなので、ぜひちょっと後ほど見てみてください。はい、ではこちらシートマスクですね、なじみ終わりましたので出していきたいと思います。こちらですね、はい、でこちら美容液がですね、シートが美容液にしっかりなじみましたら、こちら耳を持っていただいてこのまま引っ張っていきます。でこちらですね、顔に合わせて貼っていきます。はい、貼っていきたいと思います。はい、失礼します、ちょっとこれ練習したんですけど、ちょっと綺麗に貼れますかね、はい、ちょっとお待ちください、ね、ボーイキャットマムさん、混ぜるのっていうことなんですけど、はい、そう、今あの美容液を、はい、あのシートに含ませてました。はい、そう、そうで、ね、ちょっと揉み込んでシートにこう浸透、美容液を浸透させていました。はい、はい、失礼します。やっぱり初めて見た方結構いらっしゃいますね。でもとってもこの商品名品なんですよね。EX ジュース B さんは使ったことあるそうです。 ありがとうございます。嬉しいですね。なんかマスクちょっと曲がっちゃってますかね。はい、すいません、貼っていきますね。結構切り込みが深いので、はい、割とこうどんな顔型の人でもお使いいただけるかなって思います。はい、はい、あとはですね、こうチクチクしにくい不織布マスクになってるので、そうそう、すごいあのコットン素材が柔らかいんですよね。はい、肌触りがいいマスクになってます。わかります。これちょっと腫れてますか皆さん。そう、シートは厚でってコメント来てるんですけど。厚いです。そう、結構厚めですね。はい、腫れてますかそれ。腫れてますか。顔がね、ちっちゃすぎてちょっとね、すいません、いえいえとんでもないです。ちょっと腫れて、でもいい感じ、いい感じですか、うん、でちょっと少し慣らしてあげるといいかもしれないです。はい、こんな感じです。ちょっと絵面大丈夫ですか。大丈夫そうです。チャンナリさん、私にはぴったりサイズかも。そうですね、結構ピタッと密着するタイプのマスクなのでおすすめです。今日は YM431713、 耳を引っ張ると広がるのがすごいってことなんですけど、はい、そうですよね。なんか結構一回一回新鮮に使えますし、うん、なんかこう耳を持って広げることで、あんまりこうたくさんいろんな場所触らずに広げられるっていう工夫があるマスクです、はい、ですよね。かなこさん、私は目の下から合わせました。あ、そうですね、確かに目の下から合わせてもいいかもしれないです。確かに目の下で二重になっているので、はい、合わせてもらって、はい、ではですね、こちら、はい、切り込みですね、調整しながら顔全体に密着させていきました。約3分ほどシートを貼ってこのまま保湿していきたいと思います。はい、ぜひ気になる方、こちら左上の商品画像からぜひ見てみてください。あと、ジェントルフォーストの併用大丈夫ですかということなんですけど、ジェントルフォースト併用も大丈夫なアイテムなので、はい、ぜひ合わせて使ってみてください。はい、はい、あ、かなっぺさん、目元もカバーできるマスクなんですね。あ、そうなんです、こう目の下もね、しっかりとケアできますので、はい、ではですね、でここでですね、ちょっとすいません、パック貼りながらクーポンコードをあの告知していきたいと思います。新たなスタイルですね。はい、すいません。ではですね、こちらクーポンなんですが、はい、クーポンの内容や獲得方法に取得方法ですねについてご案内していきたいと思います。こちらライブ配信日から1週間以内にエントリーかつ商品をご購入いただくと、次回使える500円クーポンをプレゼントという流れになっております。クーポンゲットのためには商品お買い上げの前にエントリーいただくことが必須条件となりますので、お忘れなくお願いします。はい、で続いてですね、エントリー方法についてはこちらの QR コードを読み込んでいただくか、コメント欄にあるエントリー URL をタップしてエントリーしてください。なお、インスタグラムとツイッターからご視聴いただいている場合は、ワタプラナイトと検索していただくと本日のライブがご視聴いただけますので、コメント欄にある URL からタップしてくださいね。エントリーを忘れないように必ずお願いします。はい、じゃあちょっとシートを剥がす前にですね、はい、あのマスク救急へのコメントをちょっと読んでいきたいんですけど、はい、
ししゃもさんが、はい、何でしたっけ、あ、目の上にかぶせてもいいですかっていうコメントなんですけど、あ、大丈夫です、はい、目の上にかぶせていただいても大丈夫ですので、そう、目つぶって目の上にかぶせるとまぶたまでしっかりケアできますので、はい、やってみてください。あ、ししゃもさん、そしてそろそろ3分で超えています。そうです、3分でいいんだっていう、はい、簡単でいいですねってコメントもたくさん来てましたね、うん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 、はい、結構通常のマスクだと10分つけたりもするんですが、こちら3分なんで手頃にねできますよね。そう、3分で集中保湿ができるマスクです。はい、ではですね、剥がしていきたいと思います。はい、じゃん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 、何それ。こちらですね、マスクを剥がしました。こちらですね、肌の上に残った美容液を手でなじませていきたいと思います。本当にですね、なんかこうベタつき感がベタつきにくいマスクになってるので、なんか結構シートマスクした後っていつまでも肌の上に残ってるっていうのが苦手な方もいらっしゃるかと思うんですが、本当にそういったの全然感じないので、とてもおすすめのマスクです。はい、肌なじみもいいかと思います。はい、こちらですね、ツヤのある肌になったんだとなったかと思うんですが、さらにですね、ツヤのある滑らかな肌を目指していきたいので、乾燥した部分に潤いを与えてしっとり滑らかな肌に導くクリームですね。で、お手入れしていきたいと思います。こちらですね、リープログラムスキンリペアクリーム、本体税込み3960円、リフィルが税込み3410円になります。こちら乾燥が気になる時や肌荒れ予防におすすめのアイテムとなっております。こちらもつけていきたいと思います。はい、はい、あ、浜さん、このマスクで保湿できるのは嬉しい。そうですよね、3分で保湿ができるマスクなんて理想的ですよね、本当に。ね、わかります。ではですね、こちら通常顔を全顔に使っていただくものです。いただくので量がですね、パール粒1個分の量になります。ちょっとこれ多いぐらいなんですけど、はい、ちょっとつけていきたいと思います。はい、つけていきますね。すごい、やっぱマスク取った後から顔明るくなりますねとか、ありがとうございます、コメントたくさん来てますね、はい、嬉しいですね、本当に。でも確かに本当外した時めっちゃツヤツヤで綺麗でした。うんうんうん、本当になんかこうキメが一つ一つ整うような感覚です、うんうん、はい、こんな感じで、さらにクリームでですね、しっとりとツヤのある肌になるようにしていきます。はい、ゆかさん、美容液は、はい、ケースの中にも残ってるってことなんですけど、袋ですかね、はい、シートの、もう本当にマスクに吸われちゃってほぼ残ってないような感じだと思います。はい、そうですね、ほとんどマスクが吸ってくれてるので美容液はほとんど残ってない状態になります。しっかりとなじませていただくのがポイントかなと思います。はい、あとバイタライジングクリームでもいいですかとのことなんですけど、もちろん大丈夫です、はい、お使いいただけます。はい、はい、マリアさん、顔が明るい、ツルツル、ありがとうございます。本当クリームつけたんです、さらにこうツルツルな肌ですよね、うん、ありがとうございます。あやさんもシミがなくツヤツヤ、ありがとうございます。はい、こちらのクリームですね、テクスチャーにもこだわって設計されていまして、中はうるっとですね、外はこうサラッとしてくれるような感触なので、ベタつきを感じにくいクリームになっております。はい、とクリーム、あさこさん、クリームは日中メイクの上からつけられますかとのことなんですけど、あ、持ち運び的にねちょっと大きいかなと思うので、はい、そうですね、ちょっとあれメイクの上からでしたっけ、そうなんです、なんか朝のメイクの前はお使いいただけます。あ、そうですね、うん、それはお使いいただけるけど、メイクの前はちょっともしかしたら厳しいかもしれないです。はい、はい、石山さん、このクリームと寒暖バリアがないと今の季節生きていけない、ありがとうございます。あとかなさんもクリーム3個目使ってます、ありがとうございます。本当にこのクリームとっても優秀ですよね、すごく私も大好きです。はい、あ、すずさん、こっくりよりさっぱり系のクリームですか。そうですね、こちらつけるとすごくしっとりするんですけど、表面は本当にサラッとするので、うん、こっくりとさっぱりの中間ぐらいかなとは思います。でも本当にしっとりするのでおすすめです。はい、こちらですね、サラッとしてベタつきもにくいので、朝のメイク前もお使いいただくことができます。肌の調子がいまいちだなと感じる方にもとってもおすすめのアイテムです。気になる方は左上の商品画像をタップしてぜひご確認ください。こちらでですね、保湿ケアが完了になります。本当にツヤツヤですよね。この時期おすすめのスキンケアの最後のポイントが守るケアになります。この時期の UV ケアアイテムは肌荒れの原因となる空気中の微粒子や塵、ホコリから肌を守ってくれるアイテムを選ぶのがおすすめです。使っていくアイテムがこちら、リープログラムアレルバリアエッセンス、
エッセンス BB 税込み2860円です。 SPF50 プラス PA3 プラス2色展開となっております。はい、早速コメントも来てますかね。あ、ですね、ちょっと先ほどちょっと前のコメントなんですけど、ポイント使用してもクーポンもらえますかっていう質問をくださってたんですけど、ちょっと今確認してるので後ほどお答えしますね。はい、後ほどまた回答させていただきます。はい、お待ちください。はい、こちらですね、花粉ほこり等の微粒子汚れから肌を守り色ムラカバーまでできるアイテムです。私はですねミディアムをつけていきたいと思います。はい、じゃあつけていきます。はい、2色あるのでちょっと色選び迷うっていう方もなんかこうそうですよね、はい、いらっしゃると思うんですけど、はい、こちらですね通常オークル10番だったりちょっと明るめのお色使われてる方はライトというお色がありますのでライトがおすすめです。私はちょっと ミディアムをつけていきたいと思います。でこちら左右差でちょっと比較したいのでこちらの顔にはつけないでこっちのお顔だけつけていきます。はい、ちょっとつけていきたいと思います。でこのままですね伸ばしていきます。すごくみずみずしい感触の BB で伸びがいいのでスッと肌に馴染んでいきますね。確かに、はい、あ、かなぺさんこの BB 気になってました、ありがとうございます。本当に花粉の時期には必須アイテムかなと思います。なんか結構私、ね、花粉の時期って肌に赤みとか出やすくなるので、うんうんうん、このぐらいこうカバー力があるとすごいなんか肌綺麗に見えて気に入ってます。この BB そうですね、本当に厚い感がなくて、うん、綺麗なツヤのある肌に演出してくれるので、そうなんかコンシーラーとかで隠そうと思うと割と結構赤みが広範囲なので、うん、こういう色付きの BB ってすごい、うんうんうん、便利ですよ ね、 いいですよね。化粧下地までこれだけで済んじゃうので、うん、本当におすすめです。はい、でこちらつけ終わったんですけどこちらがつけている方でこちらがつけていない方になります。でこちら比較していただくとこっちがつけてない方でこっちがつけた方なんですけど全然違うかなと思います。私結構ここの方の赤みがちょっと出やすいので綺麗にカバーできてるかなと思います。かなっぺさんがリキッドみたいな使用感とご質問いただいてます。あ、そうですね、リキッドファンデーションに近い感触になります。はい、なんですけどちょっとどっちかというとみずみずしい感じの、うん、結構サラッとしてますね。はい、ちょっと日焼け止めみたいな感じ、そうサラッとしてるリキッドって感じ、はい、になります。はい、あ、リーさん、マキアージュスキンセンサーベーストーンアップとは別に使った方がいいですか。あ、合わせて使っていただいても大丈夫ですし、化粧下地がこちらの中に入ってますのでこれだけでも全然大丈夫です。ちょっとトーン補正したい時とか色味補正したい時とかは使っスキンセンサーベースと使っていただいても大丈夫です。はい、ではここでですね、はい、SPF50 プラス PA3 プラスの高い UV カット効果と自然のカバー力で肌の赤みやくすみをカバーしてくれます。はい、仕上がりの美しさを高めるポイントがありますので合わせてご紹介していきたいと思います。はい、コメント来てて、はい、すずさん、指でのせるのとスポンジブラシどれがおすすめとのことで。あ、そうですね、今回私は、指でつけさせていただいてるんですけど指でもすごく伸びがいいのでつけやすいのと、あと結構こう手が汚れるのが気になったりとか時短でささっとつけたい方はブラシだったりもおすすめです。でしっかりちょっとこうカバーしたい方とかだったらスポンジでつけるのもおすすめなので、こう肌のこうなりたい肌だったりとか、まあ、その時に合わせて使っていただくのもいいかなと思います。はい、はい、ではですね、こちらで私ここの方のところに赤みが出やすいので悩みが出やすいところはちょっと重ね塗りですね。はい、こんな感じでトントントンとつけていっていただくのがどうですか。結構カバーできたと思うんですけど、はい、マッキーエリコさんがカバー力あるのにツヤもあって良さそうとコメントくださってます。そうなんですよ、こう今時のトレンドのツヤ肌にも仕上がるのでとってもおすすめです。はい、カバーできてますね、赤みも抑えられてグッと思ってます。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ともこさんも敏感肌なんだけどこれをつけるとかぶれないので個人的に下地として年中必須です。ありがとうございます、使っていただいてていいですよね。ふなっしーさん、スキンセンサーベースネオと併用できますか。はい、もちろんお使いいただくことできます。はい、ではですね、私こちらで仕上げさせていただきました。はい、以上でですね、花粉シーズンにもおすすめのスキンケアとなります。3つのポイントを押さえてしっかりとお手入れしてくださいね。はい、はい、こうホルモンバランスの乱れとかで敏感になるので、はい、持っておいたらお守りになるかなとコメントいただいてたり、 あとはシミは隠れますか、あとカバー力のご質問とかも来てます。そうですね、先ほどお伝えした重ね塗りしていただくとシミの部分も綺麗にカバーできますのでぜひそのようにお使いになってみてください。はい、
あ、石山さん、個人的にはさきさんほっぺ塗らない方が好きです。 ありがとうございます。次はちょっとナチュラルで、はい、行かせていただきます。はい、ありがとうございます。ではですね、続いて南さんから、お直し方法についてのご紹介ありますので、カメラさんご移動お願いします。はい、また後ほど。はい画面に映り込んでみました。こんばんは。はい、先ほど、最初、なんて言えばいいんだろう。私の番が来ました。はい。はい。続いてね、私が、花粉シーズンにもおすすめのメイク直しの方法をお伝えしていきたいと思います。メイク直しでもですね、先ほど、さきちゃんが紹介してくれたように、取り除くケアと、保湿ケアと、守るケアっていう3つのポイントが大切になってきます。そこをちょっと意識して、メイク直しをしていくので、皆さんぜひ最後までご覧ください。はい。まず最初にですね、取り除くケアということで、この直す部分のファンデーションを落としていきます。で、外出先でしっかり落とすの難しいと思うので、何もついてないこうスポンジを用意していただいて、余分なファンデーションを取り除きますね。で、そうするとこう余計なファンデがこう取り切れて、化粧直しがしやすい状態になりますので、この一手間がとっても大事になってきます。早速こちら、はい、キミッピさんからメイク直しありがたいってコメント来てます。あ、本当ですか、ありがとうございます。結構このあたりとかもファンデーションたまりやすいので、ちょっとなじませていただいて、はい、こんな感じです。あ、石山さん、メイク直ししたことがないとのことで、確かに結構時間なかったりしてメイク直しなかなかできないって方もいらっしゃると思うんですけど、なんかこう花粉の時期とかはなるべくこう肌にそういう花粉だったりとかがついてる状態が、時間が短い方がいいと思うので、ちょっと気になる時とかにやってみていただけると嬉しいです。はい、あとは雪だるまママさん、アイメイク素敵です、ありがとうございます。今日はマジョリカマジョルカのシャドウフラッシュ BR202 を使用しました。YM さん、YM431713、メイク、メイク直し待ってましたってコメント来てます、ね。ありがとうございます。あとは、かなっぺさん、スポンジとパフだったら取り除くとき、どっちがおすすめですかということなんですけど、私はスポンジが好きです。なんか結構しっかり取れますし、なんかこう、余分なファンデーションを鳴らすときに、スポンジの方が綺麗になじませられる気がするので、スポンジの方が好きです。はい。南さん、アイシャドウ、はい、アイシャドウね、そう、先ほどもご紹介したマジョリカマジョルカのシャドウフラッシュでした。シャドウフラッシュでしたです。あ、今ねゆりぴーがコメントに載せてくれてると思うので、気になる方ぜひそちらを、あ、左上にも商品画像出てますね、ちょっとチェックしてみてください。はい、ではこっち側ちょっと軽く落としていったので、続いて保湿ケアしていきます。ちなみに南さん、はい、本日チークは何を使ってらっしゃいますか。あ、チークはですね、マキアージュ の, クリームチーク使ってます。ドラマティックチークカラーの、アップルマカロン、あ、違うかなあ、なんかアップルソルベだっけ、なんかRD レッドです、レッドの色、はい、すいませんすいません、ここで先ほどの、ご質問であったんですけど、ポイントでもクーポンもらえるかっていうご質問があったんですけど、はいはい、そちらは、はい、もらえますので、あ、クーポンもらえるそうです、はい、ポイントで購入してもクーポンもらえます。はい、エントリーしてください。はい、ありがとうございます。はい、では続いて保湿ケア紹介していきます。使用するアイテムこちらです。 D プログラムのバーム99、税込み1760円のアイテムです。いつでもどこでも保湿ケアができる固形オイルです。目周りだったりとか、こう鼻周りとか、この時期すごく乾燥気になると思うので、そういう部分にこう保湿、いつでも保湿できるようなアイテムです。今横春さんからコメントで、はい、メイク直しの時化粧水つけますかってコメント来てますけど、後ほどねまたご紹介させていただきますので。そうです、ぜひ今回は化粧水使わない、化粧水ですよね。あ、そうですね、はい、ごめんなさい、はい、化粧水使わないんですけど、これで保湿していきます。はい、で固形オイルなんですけど、この専用のスパチュラがここについてるんですよ。蓋の上についてるので、こちらのスパチュラで取って、清潔にお使いいただけます。ちょっと取っていきますね。取ってちょっと指で取って、軽く指でなじませます。はい、かなっぺさん、メイクの上から使ってもよれないですかとのことなんですけど、一度スポンジでこうオフしてるので、よれる、よれるというか、綺麗にオフしているので、その上から保湿してパウダーを重ねると、よれにくいです。ちょっと今から実際やっていくので、はい、とも
こさん使い方がよくわからなかったバームだとコメント来てるんですけど、はい、あ本当ですか。ぜひみなみさんが今使ってるのでそうぜひご参考にしてみてください。あの本当に結構リップの保湿だったりとかどこでも使えるんですけど、私はこうメイク直しの時とかにこう乾燥しやすい部分に今つけてます。はい、こちらですね、はい、私プラスなので横春さんバームだと顔以外にも使えるかな。はい、こちら、顔以外にもお使いいただけます。はい、乾燥が気になるところにぜひいろいろ使ってください。そうで、あのマリオさんもね、あの鼻カサカサになるのでありがたいとコメントくださってるんですけど、そう結構あのティッシュで鼻かんだりするとこのあたり皮むけしやすかったりしませんか。なのでこのあたりの皮むけした時のこう応急処置じゃないですけどしっかり保湿してくれるのでとってもおすすめです。で私はあの頬全体も結構あの乾燥しやすいのでちょっと頬にも薄く伸ばしていきますね。はい、ともこさんリップも書いてありますね。リップとしてもねお使いいただけますよね。あ、はい、使えます。はい、なんかこう薄く伸ばすのがポイントです。本当にオイルなのでしっとりしてるのでちょっと薄く伸ばしていただいて次に使うこう、パウダーののりをよくしていきます。はい、はい、けいこさんバームを広めて使うとは拍手って言ってます。高級車テクですかね。そうなのかな。そうでもあのミストよりもこうしっかり保湿感っていうのが感じられると思うのでやっぱりすごく皮むけだったりとかあのファンデーションののりがすごい乾燥して悪くなっちゃったっていう時はこういうオイルがぴったりかなと思います。すごいあの今なじませていったんですけどツヤツヤ、こっちもねちょっと油出てるからツヤってしてるかなって思うんですけど、先ほどあのコメントの方で私が使ってたリープログラムのクレンジングウォーターでも、はい、落ちますかってコメント来てたんですけど、あバームは肌に馴染んじゃうので、うんうん、はい、あ多分あれですね、スポンジじゃなくてクレンジングウォーターで落としてもいいですかってことですよね。おそらくもちろん全然大丈夫です。はい、あとは匂いはどんな感じですかっていうことなんですけど、香りは無香料となっております。かなこさん嬉しいコメントありがとうございます。目の周りもいけますかとのことなんですけど、もちろん大丈夫です。このあたりちょっと乾燥するとシワっぽくなると思うのでぜひこのあたりも使ってみてください。こちら私プラスの方でバームだと油分型でその上のメイクアップがよれませんかとコメント聞いてたんですけど、はい、広めに薄くのせていただくのがポイントですね。そうですね、ちょっとやっぱりオイルなど心配になるかなと思うんですけど、本当に固めのオイルですし薄く広げていただければ保湿もできるし崩れにくいので大丈夫です。はい、はい、じゃあちょっとね皆さんよれとかどうなのっていうことなのでちょっとパウダーをね上からつけていきたいと思います。はい、日中のお直しパウダーとして使用するのがこちらです。ディープログラムの薬用エアリースキンケアベール、本体が税込み3520円、レフィルが税込みで2090円のアイテムです。はい、すごいね軽くエアリーな使い心地なんですけど、こんな感じでちょっとだけこう色がついててこうニキビ跡だったり肌荒れを目立ちにくくしてくれます。はい、はい、先ほどコメントでバーム救急の方ですねかね、香りはありますかってコメント来てたんですけど、香りはないですよね。はい、香りははい無香料です。そうなんです。あとですね、先ほどハイちゃんさんインスタグラム私プラスの方でボディオイルでもいいですかって来てるんですけど、うん、あのボディの気になるところにもバーム救急お使いいただけますよね。あ、はい、あのバーム救急は使えるんですけど、あれですか、お直しにボディオイルが使えるってことなのかな。ですかね、はい、ボディオイルだとちょっと油分多いかもしれないですね。それこそあの次のメイクがちょっと崩れやすくなっちゃうかもしれないので、まあ、物によると思うんですけど、なんかこういう固形オイルとかの方がいいかなと思います。はい、では専用のこうパフがついておりますのでちょっと軽く取ってお直ししていきます。ここの今バーム救急つけたところに優しくこう最初こう置くんですよ。はい、で、はい、置いてその後にこう滑らせるようになじませます。けいこさんから、エアリーパウダーの付きが素晴らしいとコメント来てます。え、そうなんです。え、これもうついてるのもさ時差で流れてますかね。めっちゃ綺麗じゃないですか、うん、そうあのよれが結構心配な方多かったと思うんですけど、すごくねふんわりあのやっぱり粉質が軽くエアリーなのですごくね滑らかにつくんですよ。はい、こちら先ほどカナさんからツヤ用ミストを使うときは先にスポンジでなじませてからミストですかってコメント来てるんですけど、はい、はい、こちらは今のパウダーですかね。あ、それともお直しの時ですか。多分お直しの時ですかね。そしたらですね、先ほどの何もついてないスポンジで取っていただいてから乾燥気になるところミストつけていただくのがおすすめですよね。はい、なんか私もともとすごく乾燥肌なんですけど、乾燥が結構ひどい時はミストとかをシュッシュってしてからスポンジでこうなじませてお直し終わってからもう一回ミストします。
その方がなんかこうスポンジで取る時の摩擦感も薄れますし、潤いの補給もできるので、そんなやり方もおすすめです。はい、こんな感じで今ねめっちゃつけたんですけど、どうでしょうか。はい、私プラスの方でも美白めっちゃキメが細かいだったりとか、本当ですか、これよりというか私すごい綺麗ですってコメントたくさん来てます。そう、すごく綺麗ですよね。やっぱりバーム99で保湿してからエアリースキンケアベールでこうお直ししたので、めっちゃ滑らかな、保湿しっかりされてる肌が、厚塗り感もないですし綺麗かなと思います。すべすべ肌ですよね。はい、ありがとうございます。あとはね、ししゃもさん、話脱線しますが、みなみさん眉どうしてます、めっちゃ理想ありがとうございます。眉ね、すごい質問くださるんですけど、なんか私もともとめっちゃ生えてて、眉の毛が、なのでちょっとこのあたりはインスタグラムでご紹介できればいいかなと思います。はい、ちょっと頑張って投稿作りますね。はい、フィリペさん、はい、お直しのパウダーいいってコメント来てます。あ、ね、めっちゃいいですよね。なんか持ち運びもできますし、この中にねパフが入ってるんですよ。そう、しまえるので持ち運びにも便利ですし、本当に軽く色がついてるのでほんのり自然なカバー力もありますし、とってもいいと思います。はい、では最後に守るケアとして、ミスト使っていきますね。こちらです、ディープログラムのアレルバリアミスト N、 税込み1650円のアイテムです。日中の乾燥や空気、ホコリなどの空気中の空気、花粉だ、ごめんなさい、花粉、ホコリなどの空気中の微粒子から肌を守りながら化粧のりやもちをアップしてくれます。ベースメイクの後にこう一吹きすることで花粉シーズンも自信を持って外出できるアイテムなので、ぜひバッグの中に一つ入れておきたいアイテム、入れていただきたいアイテムです。はい、ちょっと使っていきます。はい、横丸さんコメント、はい、みなみさん投稿待ってるねって今日ね一本リール上げたので、ぜひ皆さんいいねしてください今ちょっと二層式なので軽く振ってベースメイクの仕上げにちょっと4プッシュ、お顔全体で4プッシュしていきますね。すごいミストが細かいですよ ね、 ね、ミストの細かさ見えるかな、見えたのかな、はい、でスプレーし終わったらこんな感じで軽く手のひらで押さえてなじませてピッとさせていきます。はい、先ほどコメントでジェントルボースのミストも使えますかというコメント来てたんですけど、お使いいただくことも全然できます。はい、もちろん大丈夫です。かなこさん、花粉対策で愛用中です、ありがとうございます。あとはカズさん、バームがうまく使えなかったのですがコツはありますかということなんですけど、スパチュラで取っていただいて、適量取っていただいて、多分直接つけると結構ボテってつけちゃう、ついちゃうと思うので、だ指だったりとか、まあ、このあたりでちょっとなじませていただいて、できるだけ薄くつけていただくのが一番うまく使えるかなと思います。はい、答えになってますかね。ちょっとなんかどのあたりが難しかったのかもぜひ教えてください。私プラスのコメントの方で、質問失礼します、リープログラムは百貨店でもお取り扱いがございますか、はい、ってコメントだったんですけど、ちょっとお店様にもよるかなと思うので、そうですね、はい、私プラスですと送料無料でご自宅にもお届けできますので、はい、ぜひ本日クーポンもございますので、ぜひ私プラスで買ってみてください。はい、ではこんな感じでメイクの上からプッシュ、シュッシュッとしてもすごくしっとりするんですけど、メイクが崩れる感じはないと思うので、日中もね守るケアとしてぜひお化粧直しに取り入れてみていただきたいです。気になる方ぜひここの私プラスでご覧の方は商品画像が貼ってあるので、このままお買い物ページ飛べますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。はい、では化粧直し紹介終わりましたのでカメラ戻していきます。はい、先ほどキミッペさんコメントで、はい、アレルバリアディープログラムのミストスリムなので持ち運びにいいですよねって。いや、そうなんですよ、なんかスリムですし、なんかちょっとカラーもねスタイリッシュなんですよね、本当、はい、持ち運びに便利ですよね。はい、はい、皆さんたくさんコメントありがとうございます。では最後にですね、もう一度クーポン内容の取得方法についてご案内させていただきます。はい、はい、こちらです。はい、じゃじゃん、はい、こちらですね、ライブ配信日から1週間以内にエントリーかつ商品をご購入いただくと、次回使える500円クーポンをプレゼントという内容になっております。クーポンゲットのためには商品のお買い上げの前にエントリーしていただくことが必須条件となりますので、お忘れのないようにご注意くださいね。そしてエントリー方法につきましては、こちらの QR コードを読み込んでいただくか、コメント欄にあるエントリー URL をタップしてエントリーしてください。
なお、インスタグラムとツイッターからご視聴いただいている場合はワタプラナイトと検索していただくと本日のライブをご視聴いただけるので、コメント欄にある URL からエントリーを忘れないようにしてくださいね。はい、はい、ぜひね、エントリー忘れないでください、はい、この QR コードから、はい、読み取れますので、はい、読み取れます、はい、必ず忘れないようにお願いします。はい、ぜひぜひ、はい、皆さんぜひぜひ、今日もたくさんね、なんかコメントで気になる商品が多いって来てたので、ぜひ皆さん私プラスからご購入してみてください。はい、はい、ではでは、ね、ではではまとめていきますね、ご紹介商品を。はい、はい、本日は花粉の時期に頼れる相棒、スキンケアからメイクまで3つの 大切な3つのことというテーマでお送りいたしました。はい、はい、フリップお願いします。はい、はい、まずですね、私のスキンケア編ではディープログラムエッセンスインクレンジングウォーター、ディープログラムモイストケアローション、ディープログラムマスク QQ、ディープログラムスキンリペアクリーム、ディープログラムアレルバリアエッセンス BBN をご紹介してまいりました。はい、ごめんなさい、はい、指差し忘れてました、ごめんなさい。はい、そしてお直し編ではディープログラムのアレルバリアミスト N、 バーム QQ、 薬用エアリースキンケアベールご紹介していきました。はい、はい、ししゃもさん、とりあえずスポンジ持ち運ぶようにしますと。はい、あとししゃもさん、インスタやってないっていうことだったんですけど、ちょっとこの後あのさきちゃんのアカウントでアフターライブやるので、はい、その時にちょっとメイクのお話とかさせていただければなと思うので、ぜひアフターライブ遊びに来てください。あ、でもインスタやってないのか、ちょっと登録、ちょっと登録していただいた、いただきたいです、ごめんなさい。ぜひ、はい、他の美容情報も発信しておりますので、はい、ぜひお願いいたします。はい、ではではですね、はい、はい、で本日の動画はですね、あの私プラスとインスタグラムどっちもあのアーカイブに残りますので、最初の方を見逃してしまった方はぜひそちらもご覧ください。はい、そしてオンラインビューティーのご案内ですね、こちらです。そう、本日紹介したあのディープログラムなんですけど、ビデオでビューティーでも花粉の時期の揺らぎ肌対策、ディープログラムのサンプリングコースを実施しております。今回のね、サンプリングコースでは花粉の時期でもこうあなたのなりたい肌に合わせておすすめのディープログラムのラインをお選びするっていうコースですね。洗顔、化粧水、乳液にアレルバリアエッセンスのクリームの、アレルバリアエッセンスかクリームのどちらかをセットにしてご郵送あのさせていただくっていう内容になりますので、ぜひ皆さんあのご参加ください。サンプルなくなり次第終了なので、ぜひ早めにね、お早めにビデオでビューティーのサイトアクセスしてみてください。こちらからアクセスできます。はい、ぜひぜひ皆さんアクセスしてみてください。はい、はい、そしてそしてですね、こちらになります。はい、本日ご紹介したメイクや美容情報をこちらの SNS アカウントで配信しております。ハッシュタグビューティージャーニーと検索していただくと、他の美容部員のSNS 投稿も見れますので、ぜひフォローやいいねお待ちしております。はい、はい、インスタグラムでやってるので、ぜひ皆さん、はい、お待ちしております。お願いしてお願いします。ご登録もお願いします。します。はい、でですね、次、はい、こちら本日20時50分からアフターライブですね。こちら私さっき資生堂のアカウントでアフターライブを行います。こちらのワタプラナイト中にですね、お答えできなかった質問やコメントにもお答えしていきますので、ぜひぜひ皆さん見てください。はい、はい、そして次回はこちらです。はい、2月9日20時から、大人の褒められメイク、ミルクを浴びたあなたはどっち、現役美容部員とおしゃべりしようというテーマでお送りします。おしゃべり会もね、またちょっとメンバーが変わってお送りするので、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、それではまた次回ライブでお会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、ぜひぜひクーポンのエントリー忘れずに行ってください。はい、アフターライブもさっき資生堂でやりますので、ぜひ見てください。お待ちしてます。はい、お忘れのないようにエントリーしてね。はい。